待たせいたしました。立憲民主党枝野幸男代表が駆けつけていただきました。早速お願いいたします。本当に想像を超えるたくさんの皆さんにお集まりいただき、足を止めていただき、本当にありがとうございます。立憲民主党代表の枝野幸男でございます。このままではこの総選挙、選択肢がない、入れる先がない、たくさんの皆さんに背中を押していただいて、10月2日党を立ち上げることを発表しました。まだ党が半年しか経っていません。こんなにたくさんの皆さんにご期待をいただき、ご支援をいただけていることを本当に感無量であります。受け止めきれていない国民の声がある、それを受け止める旗をしっかりと掲げなければならない、そんな思いで改めてこれまで民主党、民進党の中で積み重ねてきた政策理念、それをさらに一歩大きく踏み出して新しい旗を掲げさせていただきました。右とか左とかではない、今政策も民主主義も上からのものになってしまっていないか、草の根の暮らしの声に支えられた下からの民主主義を、下からの経済再生をしていかなければならない。右でも左でもなく、下からの前へ新しい旗を掲げさせていただきました。まずは暮らしと経済です。アベノミクスは強いものをより強くしました。豊かなものをさらに豊かにしました。でもその結果としてますます格差は広がっていないのか、そのことで社会は分断されていないのか、これで本当に私たちの未来が開けるのか。強いものをより強くすれば、そのうちその豊かさが国民隅々まで行き渡る、上から引っ張り上げるんだ。私は一概に間違いだというつもりはありません。かつて日本の戦後復興、高度成長の時代、確かに輸出企業が、輸出産業が当時は安かろう悪かろうだった。でもたくさん作って、たくさん世界に売って、そこに引っ張られて日本は今の豊かさを作り上げてきました。でもその時代は一億総中流と言われる、分厚い中間層と言われる、そんな日本の社会でした。ベラボーのお金持ちも少ないけれど、ベラボーになずき人も少ない。だからこそ日本はお互いの絆で支え合って今の豊かさを作り上げてきたんだと私は思います。安倍さんはその過去の成功体験、輸出企業を儲けさせれば、株価を積み上げれば、きっとみんな良くなるはずだ、いまだにそう勘違いをしているんじゃないでしょうか。でももう5年経っているんです。5年、現実には先ほど来話があったように企業の内部留保、企業が溜め込んでいるお金は過去最高になりました。株価は2万円ぐらいまで倍に上がった。でも分断が進んでいます。もう時代に合わないです。あれはまだ日本が貧しかった時代、まだ日本が右肩上がりで人口も増えていた時代、だから強いものから引っ張り上げれば社会全体が豊かになったんです。21世紀の今の日本には新しいモデルが必要だと私は思います。少子高齢化が進み、人口が減っていく中で、先輩世代の皆さんが残してくださった豊かさをしっかりとこの国の中で分かち合って回していく、これが21世紀の日本の社会です。格差が拡大をして、例えば年収100万150万いつクビになるか分からない非正規雇用、国内で若者の自動車
進んでいると自動車メーカーの幹部の人が嘆いています。当たり前です。ローンも組めない若者をたくさん作って自動車が売れるはずないじゃないですか。少子化に歯止めが止まらない保育所の問題も深刻です。でもいつクビになるかわからない非正規で100万150万で結婚して家庭を持って子供を産み育てて、そんな夢すら持てない若者が増えていて、どうして人口減少で歯止めが止まらかかるんですか。ただでさえ人口が減っている、若者の数が減っている、これからの社会を誰が支えていくんですか。数が減っている若者の中でローンを組んで借金しないと進学できない、そういう若者たちの比率は30年前40年前と比べて明らかに圧倒的に増えています。親が生活が苦しいので読み書きそろばん、最低限の社会性、そうしたものすら身につける機会なく義務教育を終える子どもたちが増えています。誰が日本の社会をこれから支えていくんですか。意欲がある能力がある子どもたちにはちゃんと学ぶ機会を作る、これで日本の社会の未来が切り開けるんじゃないんですか。皆さん、格差は貧困は当事者の皆さんだけの問題じゃない、社会の活力を奪う、景気の足を引っ張る社会全体の問題です。貧しい人たち、厳しい中で頑張っている人たちを暮らしを下支えして押し上げる、そのことによって社会全体が押し上げられる、下からの暮らしからの経済再生を私たちは目指していきます。安倍さんは規制緩和、自由な競争を煽る、そして自己責任を強調する、こうしたことを繰り返してきました。確かに資本主義社会経済は自由競争が基本です。でも自由な競争のためには公平公正なルールがなければいけません。公平公正なルールを守らせなければいけません。それが政府の役割なんじゃないですか。自由にすればいいんだ、自由にすればよくなるんだ、政治の責任放棄ではないですか。確かに我々一人一人の人生は最後は自己責任かもしれません。でも自己責任だけで自分の力だけで一生貫き通せる人が何人いますか。今は勝ち組だと勘違いしている人もいつ病気になるかわからない、いつ事故に遭うかわからない、今は会社の経営状況をいいと思っているけれど、世界の影響を受けて国際社会の影響を受けていつ止まっていて倒産するかもしれない、誰にもわからないんです。誰でも必ず年を取れば体が弱って若い時と同じようには働けなくなるんです。自分の力だけではどうにもならない時のためにあるのが政治ではないですか。その政治が自己責任を煽る責任放棄以外の何ものでもありません。暮らしを下から支えて押し上げるもう一つの経済再生の道を私たちは明確に旗を掲げて進んでいきます。具体的なことを2つだけ申し上げたいと思います。1つは労働法制です。30年前派遣労働というのはむしろ手に職持って特別な技術を持ってどちらかといえば恵まれた仕事をごく一部の人たちだけしか認められていなかったんです。非正規緩和は正義だということでどん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 非正規を増やす派遣法を緩めてきた、それが今の日本社会です。その前にやることがある。サービス残業をなくす、ブラック企業をなくす、まず今の労働法制をしっかりと適用させろ、守らせろ。残業代ゼロ法案、このまま安倍政権が圧勝すれば残業しても残業代払わないという全く無茶苦茶な法案準備が出来上がっているんです。やるべき方向は逆です。むしろ長時間労働をしっかりと規制する、そして派遣法を段階的に強化をしていく、働いたらちゃんと給料がもらえる、働くというのは希望をすれば正社員で働くんだという
30年前には当たり前だった真っ向な仕組みを取り戻そうではありませんか。もう一つは賃金を底上げすることです。民間に介入することは私たちの資本主義自由主義の国ですからできません。でも皆さん、需要があるのに供給が足りない、そんな公のサービスがあるじゃないですか。例えば介護、介護ベッドを待っている人はたくさんいます。空きベッドはあるんです。働いてくれる介護職員が足りないんです。保育所が足りない、土地や建物の問題もあります。でも保育士さんを集めるのが大変なんです。命にも関わる責任の重い仕事、重労働。でも賃金が安いから人が集まってくれないんです。長く続けることができない人が多いんです。おかしいんです。日本は資本主義です。市場経済です。需要があって供給が足りなければ値段は上がる。これが市場原理です。保育士さんも介護職員も足りないならば賃金が上がらないと本当はおかしいんです。何がこんなおかしなことを起こしているんでしょうか。介護、あるいは看護師さんの医療、保育、全部公が政治が決めているんです。政治がそこにどれぐらいの皆さんからお預かりした公のお金を回すのか。それが足りないから需要があるのに給料を払えないで人が集まらなくて、保育も介護も人手不足で安心ができない社会になっているんじゃないですか。皆さん、ここは一例です。こうしたところに限られた予算財源をしっかりと回していきましょう。介護の職員も保育士さんも低賃金です。低賃金だから生活カツカツです。そうした皆さんの給料が上がれば、上がった分はほぼ全額消費に回って消費を拡大させることにつながるんです。そうした皆さんの給料が上がって人が集まってくるようになれば、需要がたくさんあるんですから、新しい仕事職場がどん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 生まれていって雇用を改善させるんです。そして老後の安心や子育ての安心につながって社会と経済を循環させていくんです。こうした下からの草の根からの底上げの経済へ、社会へ私たちは変えていきたい。こうした新しい道を私たちは掲げて前へ進んでいきます。安保法制、集団的自衛権、平和の問題としても深刻です。でも私はそれ以上にこの立憲主義の観点から許してはいけないと思っています。集団的自衛権は行使しない。自衛隊は海外では戦争しない。あくまでも領土領海が攻められた時だけだ。この解釈は別にアメリカから押し付けられたわけではありません。当時の野党が主張してそれに妥協したわけではありません。歴代自民党政権が自ら作ったルールであり、それを歴代積み重ねてきた。これが安保法制によってひっくり返されたんです。全く合理的論理的な根拠なくひっくり返されたんです。権力を縛っているルールを権力自ら破ってしまっては、その権力に正当性はありません。こういった政治を許してしまっていいのか。残念ながら安倍さんも、あるいは私ももしかしたらそうだったかもしれない、これまでの政治は勘違いをしている。国民を統治する対象だと思っているんじゃないか。だから森友かけ、自衛隊の PKO、 立法問題、中身も問題だけれども、国民に情報なんか知らせなくていいんだ。選挙の時に何とか乗り切れればいいんだ。国民に知らせない、隠す、ごまかす、それが乗り切れればいいんだという、そんな政治になっているんじゃないでしょうか。本当の民主主義は違います。民主主義というのは本当はみんなで相談してみんなで決める、これが本来の民主主義じゃないですか。1億2000万全ての人の意見が一致することはありません。だからみんなで相談をしたけれども、
でも最後は多数決で決めなきゃならない。その最後の最後にあるのが多数決です。でも数を持っているから、国民に知らせなくていい、説明しなくていい、反対意見は切り捨てる。これは本当の民主主義ではありません。こんな上からの政治だから国民の政治場まで政治不信が高まっていて、これは社会を分断しているんじゃないでしょうか。皆さん、強いリーダーシップといえば聞こえはいい。確かにそれが必要な時もある。即断即決も必要な時がある。しかしながら、もっともっと草の根の声に耳を傾けて、国民と一緒に歩む民主主義にこれからの日本は進んでいかなければいけない。なぜなら価値観が多様化しています。一億総中流と言われていた社会が壊れる。都市と地方、豊かな人とそうでない人、高齢者と若者、本当に私たち一人一人の価値観、生活の実態、多種多様に分かれています。そんな中で誰が一人きりにしたい、えいやーと決めてしまう。多くの人はそこから阻害をされています。いる、こんな遠心力の働く社会が本当に活力ある社会になりますか。多種多様な意見を、多種多様な人たちをいかに求心力を持って社会の絆をつなげていくのか、それこそが政治をやらなければならないことじゃないのか。だとしたら、みんなで作る民主主義にしなきゃいけないんだと私は思います。10月2日に記者会見をやって立憲民主党を立ち上げました。多くの皆さんに背中を押していただきながら、選択肢がない、このままでは困るという声をたくさんいただきました。正直私も迷いました。自分のことだけ考えれば無所属でもそこそこ戦えるだろうな。無所属なら今頃私は大宮でマイクを握っています。その方が楽じゃないかなと正直迷いました。でも多くの皆さんから、このままでは困る、このままではおかしい、そういう声で背中を押していただきました。立憲民主党を作ったのは枝野幸男が立ったからではありません。私を背中から押してくれた国民の皆さんが立憲民主党を作ったんです。立憲民主党の主導はあなたです。一緒に日本の本当の意味での支え合い、そして困った時に寄り添う、互いの違いを多様性を認め合う、そんな社会を作っていくために一緒に歩きませんか。一緒に前に進みませんか。私はここで平田さんに、長妻さんに、小選挙区では投票してください、比例代表は立憲民主党に投票してくださいと言うべきなのかもしれません。でも私が皆さんに訴えたいことは違います。一緒にこの新しい民主主義の第一歩、そのことを踏み出す選挙を一緒に戦ってくださいか。皆さん、皆さんの周りにはたくさんの人が、どうせ政治なんてどうせ変わらない、諦めてる人が、遠くに距離を置いてしまっている人たちがたくさんいるんじゃないでしょうか。そうした皆さんに一人でも二人でも声をかけて、諦めちゃいけないんだ、今動くことで自分たちも参加して一緒に作る本当に草の根からの民主主義を、第一歩を踏み出す戦いに一緒に加わろうよと、一人でも多くの皆さん、皆さん声をかけていただけませんか。この二人はまあいい方だと思うんですが、うちの東京とかでも若い新人、あるいは元ジャブの仲間、金はないわ、組織はないわという中で厳しい選挙を戦っています。お時間と余裕のある方は30分でもいい、1時間でもいい、そうした事務所に顔を出していただいて、一緒に招集を張ったりビラを折ったりしていただけませんか。この戦いは枝野幸男の戦いじゃいけないんです。
立憲民主党の戦いにしてはいけないんです。この2017年の選挙が日本の民主主義が新しいステージへ一歩を踏み出した、その大きな一歩を踏み出す、そんな戦いにしたい、私は思っています。厳しい道だと思っています。しかしこれだけの人がこんなに短期間で私たちに期待をしていただき、注目をしていただいています。私たちも全力で戦います。でも一緒に皆さん戦いましょうよ。日本の民主主義を次のステージへと踏み出させましょうよ。日本の社会をもう一度求心力を持ったみんなが支え合う社会に取り戻していく一歩を踏み出そう、打ちましょうよ。私にはあなたの力が必要です。どうも一緒に戦っていきましょう。どうも一緒に前に進みましょう。一緒に頑張りましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。